一番ご自身のですね、健康、そして安全、これを最優先に考えていただきたいと思います。今日もですね、大変気温が高くなっております中でのご感染になります。皆様におかれましては、まずですね、体調、これをですね、崩さないような、努力をですね、していただく時間になると思いますけれども、どうぞよろしくお願いします。さあ、どうやらですね、ビッグフラッグも無事にホールポジションの前、フロントローの前のところまでスタンバイができたようです。さあ、この後、先ほどお伝えをしましたように、車たち現在ガレージの中でメカニックによりまして整備をされておりますけれども、整備が整いましたら13時38分ビットロードの出口が開放されます。3分の制限時間の間にグリッドエスタードライバーが車を運転して運んでいくということになっていきます。ホールポジションの2台、そのうちの1台 GT300、 昨日の予選ではガスタイの方式から急遽変更を決めした予選方式、Q2 ではバスの速さを見せました65号車のガモー直也。さあ、そのレオレーシング、今ゆっくりとコカ・コーラコーナーに入っています。 GT300 ホールポジションを取りましたレオ・ピナリット AMG 第1ドライバーにガモー直也、第2ドライバーが篠原拓郎。健闘を祈り、どうぞファンの皆さん、ご来場の皆さん、出場の全車全チームへ今一度大きな拍手をお送りいただきたいと思います。18分になりました。それではですね、ここからの時間はプライオリティバンドをお持ちの方のチーム関係者、選手、レースアンバサダーによりましてグリッドへの優先入場を開始させていただく時間となります。チーム関係者の皆様はご入場の際に手首に巻いていただいているプライオリティバンドをゲート管理のスタッフまでお見せいただき、必ず確認を受けた上でコンセントをお入りください。またレースのチーム関係者以外のつなぎ着用のサーキットオフィシャル、レーシングスーツ着用のスーパー GT 参加選手、主催を認められたカメラマンビブ着用の報道関係者、スーパー GT 登録のレースアンバサダーに関してはプライオリティバンドがなくてもグリッドへご入場いただけます。プライオリティバンドをお持ちでない方につきましては、この時間の優先入場から10分後グリッドへの入場開始となります。プライオリティバンドをお持ちでない方はご案内があるまで、そのまましばらくお待ちください。